挨拶をしません。はい、そういう気分です。 GO。 挨拶をしない、挨拶をしない方がもう動画撮ってないと思った方が勝てる絶対。ちょっとおでこ広いな俺。前動画撮った方が強いと言ったかも。大事やからねこのゲーム。言ったかもしれない。そうだね、リラックス大事。皆さんリラックス大事ですよ。そう、喋んなくなったら負けるんですよ。なんか無言になると負けるっていう。じゃあもうそうだね、喋ろう。めっちゃ喋ったら勝てそう。めっちゃ喋るよ俺。めっちゃ喋りましょう、じゃあ、さあやっていきましょう。あいあいみたいな。ちょっと言っちゃってんなそれ、狂ってるわ。でもなんか世間話して今だ。世間話いいね。でも世間話本当にガチるとき以外しとった方が強い。セイキさんまた止まってるよ途中途中。マジっすか、うん、あ、暑いんですよね今。部屋の温度多分28度ぐらいあるんですよ。それ暑いわ。まあまあまあ、今日暑いよね。暑い、暑いっすね今日。暑いか、風がやばすぎてこの窓開かなかったんですよ。じゃあこれ、あ、カタカタ、あ、ジェイだ。ちょっと待って、こいつ強いやつやんな。ただ、ただ、ただが、ただが、お、遅延ない、遅延ない、遅延ない。これじゃあ世間話をしたら勝てる説っていう。どうですか。やばい、右攻撃をされる。任せない、危ない、危ない。ヤピさん、下に、あー、ごめん、無理。きつい。オッケーっす。世間話して、世間話して、お願い、お願いだから、世間話してくれ、マジで。世間話してるよ。やべ。やべ、ご了解。なあ、モニあ、急に。J 強いって。急に戻った。何、今、何が起こったのか分かんない、全然。リラックス。リラックスしてまーす。さあ、リラックスしてますね。いいですね。ゴール前が開いた。惜しいね。急に戻った。しかも全部急に戻るって、ね、ハプニング発生ですねこれ。音声だけでお楽しみください的なやつ。あー、きついめっちゃきついこれ。 NO! ちょっと待って、回復してから。これきつくないですかっていうデブに。ちょっと待って、ご了承ありがとう。なんで死んだか分かんない。またご了承ありがとう。 J もう M 隊って。いや、強くね、バカ強くね。これ多分火力弱いっす。っ火力が足らん。あの、編成の。どうするんだよ。2体にするか。シャークさん、あの、2体でいきます。2体でいこう。世間話しても勝ててないよ。世間話できてない。編成の火力がなかった。無理だ、あれ。止めれねえ。世間話はしてない、今、絶対。デブがキモすぎて、世間話する余裕なかった。え、本当に編成で負けてた。じゃあ、本当にじゃあ、追い詰められても世間話をしなきゃダメっていうルール。いや、無理でしょ、それ。行きまーす、それでやります。じゃなきゃ負ける。いやー、強いやつら。どうでした？普通に強い。今日どうだ？もうゲーム関係ない。今日はテストっすね。今日テスト？何テスト？数学っす。数学か。その教師が授業をほっぽかしたんですよ、なんかつまらん理由で。言ってたよそれ。クソムカつ家、結局そのほっぽかした範囲出たんですよ、テストに。うん、殴ってやろうと思いました。それ殴ってた方がいいな。それね。でも殴らないやつ。それはもう殴らなきゃダメや。てか元ヤンみたいな顔して、その教師。そりゃね、殴らなきゃいけないって。まあ、だって。ちょっと待って、やっぱサイドチェンジ、サイドチェンジ。あい、いいよけ、相手。ああ、それ。よいしょ。まあまあまあ、まだ、ちょっとね、世間話しておきまし。スパイク強えな。サッカーについて、やばいって言っちゃった。いいのか、これは。まあまあと。まあ言うて俺やばいだけだからね。言うてね。シャークさんいける？お、なんかスパイク止まってるよ。人形のよう、まさにそれは人形のよう。おお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 お
おお。話を戻そうか、数学に。そうだね、世間話に。あ、それで数学のヤンキー校長じゃねえや。ヤンキー校長テストの結果はいつわかんない。確かに。やべえ、やばいって言っちゃダメ、ね、やべえって言っちゃった。やばいって言っちゃダメよ。あ、もうそれは数学勝ちですね。それは数学勝てますよ。いったね。金庫っていうね、右下の金庫に。世間話、数学の話しかしてない。まずいですよこれ。あ、まずいですなこれ、マジで。え、マジか。なあ、ちょっと俺が生き返るまで耐えろ。そして右から分け、俺左に分いて、よし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 、よいしょ、うん、よいしょ。いやいやいや、もうなんかさ、スパイクだなこれ。あ、世間ね、世間一般的なスパイクですね。いらねえなこれ。フルトします。オッケー、飛ぶよね。まあまあ、それは渡りきっている。いらなかったね。いやー、なんだ俺、ちょっと冴えないな、全体的に。冴えてないっす。バイト帰りだから。俺も。まあまあまあ、これは言って。お、マジ、ワンチャン。これは。来ましたね。ナイスナイスナイス、世間話必要。もはやみんなの。でも世間話をすると、ストレスじゃなくて、リラックス効果ですよ。リラックスすることがいけ、大丈夫それで。オーケー。雰囲気大丈夫。プリモが重いですね。じゃあプリモ強いですね。世間話か、ちょっと考えとか。あ、じゃあ俺その補強し、パック開けながらやるわ。補強し、マジ色ついたんすよ世間話。あとポケカ開けた話です。学校でポケカ開け、学年主任見つかりかけた。学年主任なんているんだ。そうなんですよ。いるか。その用心棒なんて、用心棒で雇われるんですよ。そのもともとの学年主任。役割やばくないですか。雪村レって誰ですか。沢村。いや、敵のシェリー雪村誰ですか。沢村だよそれ。沢村、うん、で多分びっくりマークをつけようとして、いてよバカ。世間話、沢村幸村について話しましょう。沢村幸村というのは、なんだっけ、沢村幸村って何。パスドーン、パスドーン。沢村という人物についてお話をしましょう。沢村という人物は戦国武将でありながら、この国を守った。逆側しか喋ってない。やばい。オッケー来たー。オリー。こういうこと。まあまあ。いや、なるほど。沢村幸村の話について。いや、何の話してるか全然頭入ってこんかったけど。とりあえず雰囲気が良くなった、それで。沢村の。俺も入ってないっすね、正直。何言って。ちょっと。ちょっと。とりあえず雰囲気を良くすることができた。やっぱポケカ開けて学年主任見。からなんで沢村って言ったの。沢村って言ったの。いやもうほら全然違う話してるからだよ。もう沢村大丈夫。いける。全部壊したからね。雪村行きます。俺の名前は雪村。行くぞ。来た。今反射的に避けちゃった。俺ボール持ってんだけど、ボールあったのに。オッケー。これ雪村ですね。シャーキーさん召喚しましょう。シャーキーさんを召喚。シャーキーを召喚だ。召喚。おっと、これは何言ってんの。こうだ、きっとこうに違いない。そしてこうだ、こうで違いない。あ、これはシャーキーさんにパスしたら入れる。パスするよ、パスしたよ。ゴロシゴシ、ナイス。よーし、これが沢村幸村。ラストいきましょう。さあ、行きましょう。で、まあそれで、ね、また開けたんですよ。適当な話何。
一箱開けてたんですよ。はいギャイギャイ言いながら、そしたら、はい、あの学年主任通ったんですよ。はいで隠したらなんか入ってきたんですよクラスに。はいで終わったなと思ったらなんか、うん、早く帰れよってなんかすぐ退出したんでめっちゃ助かりました。なつまんない助かった話つまんないつまんない話俺の沢村の方がまだ面白かったな。いや沢村レベル もはやその論評から論評するきっちいなこれ価値もない。あごめんきちいって言っちゃった。きちいはいいのか。ナイス雪村何言ってんすか。ん沢村の力っていただける。俺があげる。ドンマイ雪村ドンマイ。よしよしよし。エピさん、あ次穴開けれます。あはい穴開けます。穴ってことは一つでいいんですかね。どこの真ん中。真ん中っす。敵の壁っすね。シェリーのとこじゃなくていいんでしょう。あまあどっちも開けれそうだな、まあ、俺のエイムにかかればそんなの余裕っすね。行きまーす。斜めから入れるんです。これがこういうことです。まあまあ順調のジョーでしょ俺しか喋ってないんだよなこれがほらほら煽り煽り煽りんご煽りんご。 YouTuber そんなことしてた。いいんすよ YouTuber はそんなもんすよ。ほいよしよしよし。 YouTuber って名乗っていいんですかってから俺は進歩ないからね。てかまだ1点も入ってないっすね今気づいた。いやもう気づいてたよ俺ずっと。何点か入ってるかと。何点かって2点か2点までなこれただのウルトを試させないことが重要になっていきますね。ナイスです。ナイス雪村です。それはおよしよしよし待ってくれた。いやでもないいや保管されてるんか。保管されててもいけ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 今しかない今しかない。撃つか撃つか俺に撃つか。撃つんだなやばい。それ相手の雪村がいい感じに刺さった、うん、ちょいピンチちょいピンチかなりピンチ。ちょっときついなこれ。危ないボールはまず危ねえ。ナイス保管じゃないけど危ない危ない危ない。いけ学年主任左サイド上がる。無理。あーちょっとあれ壊したいな。あぶねー僕なんで持ってんの俺ねえ誰渡したの俺にパスしてたのに誰拾いませんでしたね。自分から拾ってた今俺ずっと上見てたわ。いやこれ勝ちでしょこんなの。これはこれ来たっしょ。いやいやいや入れて入れて。おーいし素敵ばらしいはいということで3戦やったよね。1戦目は世間話できてなかったから負けたんだけど2,3 はねできてたんで勝てるということで説立証でよろしいでしょうかはいということで今回こんな感じで終わっていきたいと思います。面白かったです。俺だけしか喋ってないけどね世間話って言わないね正直。いや学年主任の話来たじゃないですか。じゃつまんないじゃんはいということで終わっていきましょう。この話してたらおもろいんじゃないからもうツイッター下に貼っとくから許してくんない。概要欄の石田場じゃあ石田場の貼んないよ。シャークさんに貼っとくよりまあまあまあいいよ。この変なダメダメなやつ。この話が面白かったら、高評価。おお。それめっちゃ面白い。石田の話が面白かったら、高評価。雪村の話が面白かったら、高評価。あそれだと俺もなんか混ざっちゃうな。いや、どっちかがいい。じゃあ、僕の話がじゃあ、どっちが面白くなかったかで。じゃあ、待って、俺の話の方が多分面白いから、俺の話が面白かったら、高評価にしとこう。低評価いっぱいついちゃうと困るから。低評価、石田の話が。面白かった低評価とコメントでどこがあれ悪いとかを言ってくれればまあ面白いと思いますよ。はいということで終わっていきましょう。下に2人の
っていうなんだっけツイッターのね、特にね、まあね、フォローしてね、いいっすよ、DM での面白くなかったと言ってください。いや、違う、俺のコメントからとかパッと飛べるんだよ。はい、ということで今回は、ちょっと疲れたな、終わっていきたいと思います。チャンネル登録お願いします。それでは、バイバイ。終わりー。